まったくひでえ仕事を背負い込んじまったぜ。貧乏くじを引くのはいつも俺さ。まあいい。調子に乗って汁を全部飲んだのがまずかったか。しかもこれはちょっと緩い。まあうちまでは持つだろう。さっきのタクシーを拾っときゃよかったか。今さら。おっと、引っ込んだ。便意は周期的に強くなったり弱くなったりする。俺は今その波の谷の地点に。しかし便意の山は襲ってくるたびに次第次第にその強さを増し、周期も短くなりながら限界点へと近づいていく。ああまずいよこれは。走って振動を与えてもいかんが、ノロノロ歩いていてはうちまで持たん。出たのはへのみ。しかし先ほどまでの俺の状態は、図のように下界と本体との間にガスの壁があったわけだが、ガスの抜けた今はこのような状態だ。まさに土俵際後がない。Thank you.
日本の笑いにも上品な笑いといわゆる品のない笑いがあります。